はい、こんにちは。それでは4回目の、今日4回目の講演を始めたいと思います。ですね、今野さんを引っ張り上げます。よいしょ。はい、今野さん、今メッセージを送りましたので、OK で入ってきてください。大丈夫かな。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。だいぶお待たせしてしまいましたが、だいぶもうビール飲んでいらっしゃるとか、そんなことあります？いや、そんなことないですよ。そうですか。まだ。はい、これが終わったら、はい、もう飲んでいただいて結構です。我々もそのつもりでおります、ね。それではですね、今日4回目の講演ということで、三菱重工業株式会社エナジードメイン、エナジートランジション&パワー事業部 GTCC 事業部 AM 事業室主管技師でいらっしゃいます今のシニアさんに、ご講演をですね、このタイトルはまたちょっと変わるんでしたっけ。私どもとりあえず用意したのがニューノーマル時代の AM 製造ネットワークということで、ちょっと変わりますので後で説明します。そうですね、はい、そしたらそれでお願いいたします。まず画面共有できるか確認させてください。そうですね。で、それでそのメッセージ、はい、表示、はい、OK です。はい、そしたら、ご講演、どうぞ、よろしくお願いいたします。はい、で、先ほどのニューノーマル時代の AM 製造ネットワークということだったんですけど、まあ、これ、この前のですね、オーブネクスト東京でちょっと話したのと、まだ始めたばかりでですね、あまり内容がないので、まあ、それちょっと短くし、特に動画の方を短くしてですね、AM 用の公共土器、我々開発しているこの新しい材料を2つリリースしましたので、こちらの紹介も加えて説明させていただきます。まず、我々ですね、もともと、我々というか、私はですね、もともと日立製作所にいたんですけども、三菱重工の火力部門と、合弁でですね、MHPS というのができて、私はガスタービンの材料をやっていましたので、こちらの MHPS に、来ました。で、この後ですね、日立が資本撤退して、三菱パワーに、なったんですけど、また最後にですね、今年の10月からですね、三菱パワーが三菱重工に統合されてですね、三菱重工になっています。まあ、会社はあんま変わってるんですけど、まあ、我々の会社はですね、会社名は変わってるんですけど、大型のガスタービン、高効率ガスタービンの開発というのを、製造をやっていてですね、我々はですね、そこに使う、タービンディスク、まあ、タービンブレードとかですね、の開発とですね、タービンブレードはですね、非常に高価だということで、補修して使うんですけども、まあ非常に強い材料なんで、まあ、それに匹敵する溶接材料が必要だということで、粉末材料の開発、溶接用の粉末材料の開発、それからワイヤーの開発をやっていてですね、私はもう 20年以上ですね、前からこの粉末、高強度、ニッケル基合金の粉末の開発をやってきた。で、今この粉末とワイヤーっていうのがこの AM で重要な技術になっているので、まあ、この、技術をコアとしてですね、AM の、材料をベースとした、まあ、事業を、立ち上げてみようということで、2年ぐらい前からですね、始めています。我々ですね、まあ、材料のコア技術を持ってて、ちょっと後で説明しますが、なかなか粉末がいいのが作れなくてですね、粉末製造装置を開発するところから、始めています。
で、まあ、材料だけあっても結局強度が出るかどうかしなきゃ意味がないので、まあ、あとですね、ビジネスをやる上ではちゃんと物が作れますというところを見せなきゃいけないので、もともと試験編とかは自分たちでレシピを開発して作ってたんですけど、ちゃんと物も作ってですね、加工までして皆さんにこの、材料の溶かすところから、加工を検査するところまでの全ての、技術を提供していこうと。でそれから最近ワイヤーが、増えてきて、ただコロナの影響で思ったように増えていないんですけど、このワイヤーで、ね、造形するっていうのが最近増えてきていて、非常に造形速度が速いということで、まあ、加工技術も進んでますので、まあ、こういったパーツだったらですね、ちょっとしたカーボンホイールだったらですね、大型のものはワイヤーで作った方が早いということで、ワイヤーの方もちょっとやっていっています。で、ちょっとこの、次の事業の方のですね、PR 動画がありますので、ちょっとこの動画の方を見ていただきます。の方が見せることだって。あれ、王さん、つながってますか？少々お待ちください。今、少々お待ちください。今、はい。はい。三菱重工は火力発電設備メーカーとして培った高度な材料設計技術を持つ発電設備メーカーのテーリングの新しい価値と形を創造します。三菱重工は金属粉末製造装置の心臓部であるガスノズルを独自構造とすることで装置性能を飛躍的に向上させました。また高性能粉末素材を独自開発、アディティブマニファクチャリングの課題である材料の強度不足を克服しました。ワイヤー造形向けでは従来技術では製造できなかった高強度ワイヤーの製造を実現、高強度を必要とする比較的大きなものをスピーディーに造形可能です。 AM ゾーンでは材料製造から評価までの工程をワンストップで提供します。分析ゾーンでは最も重要な素材の品質管理を重視、積層造形ゾーンではさまざまな最先端の金属積層機を保有、独自の材料技術により原料素材と造形方法の最適なソリューションを提供、評価ゾーンでは造形品の検査を短時間で行います。三菱重工は金属積層造形プロセスすべてにおいてアディティブマニファクチャリング技術を幅広い分野に提供し、持続可能な未来の実現に貢献していきます。どうもありがとうございます。ですね、今ちょっと画面共有が今野さんのがまだオンになっていたので、ワンさんに出していただいた YouTube の画面が小さい画面しか映ってなかったです。なのでどうされましょう。もう一度ワンさん出していただければですね、はいはいはい、皆さん見ていただけると思いますので、はい、うん、お願いしていいですか。大丈夫ですか。あ、はい。はい、ありがとうございました。それでは今野さん、カメラとマイクをまたオンにしていただいて、画面共有をしていただきたいんですが、大丈夫でしょうか。はい、また画面共有をお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、すいません、ちょっと、慣れなくて申し訳ないです。いえいえ、はい、また非表示をクリックしていただきますと、そのメッセージが消えますので、はい、はい、ありがとうございます。はい、今の、動画の方で出てきた AM ゾーンなんですけど、ちょっとここに書いてないんですけど、先日グッド工場としてのグッドデザイン賞を受賞しております。まあ、それは余談なんですけども、この工場はですね、
あの粉末を作る、粉末の素材を溶解するところからですね、粉末の製造、それから分級処理とか分析、それから造形、加工、熱処理、最終的な引っ張り試験とか形状の検査が全部この中でできるようになっています。 AM 工場っていうとですね、 AM 造形機が並んでるんですけど、この工場の特徴はですね、粉末を作るところからあれってですね、これによってですね、小さなサプライチェーンを構築できると、使ったものをまた溶かして粉末にしてまた使うという、この中で一つのサプライチェーンのループができる。あともう一つはですね、ちょっと置いてある造形機に特徴がありまして、当然あの、まあ、EOSなどが優れているのは分かってはいるのですが、結構ですね、うちの社内にあったり外注で使えるので、うちではですね、あのメインの機械としてフランスのアドアップミシランが開発したフォーマット350というのが入っています。これはあのサポート角が15度まで、あのダウンスキンが15度までサポートがいらないとかですね、まあ、細かい粉を使うので非常に、表面粗さがいいとかですね、そういった特徴があります。それとこれまでですね、材料開発をするために1キロぐらいの粉末で試験片が作れる、コンセプタルレーザーの M ラボを入れております。それとバインダージェットとしてはですね、当時は一番手頃なサイズだった X1 のイノベント、それから DD についてもですね、普通は1ミリぐらいの精度なんですけど、 0.1 ミリの精度で DD の造形ができるフランスのアドアップのビーム、それからワイヤー造形、これはあの、まあ、TIG 溶接ですね、CNC 溶接の、CNT 溶接のディファーテックというものを入れてまして、まあ、特にワイヤー造形は加工が必要なので、ご自分の加工機も入れて、ということで、ちょっとあの、まあ、全部、溶解から、造形機が何種類か、それからちょっとあの、新しい、これから伸びていく可能性のあるものを入れているという特徴です。で、まあ、その中でも、まあ、一番あの、まあ、粉末製造装置があるというのが、特徴で、まあ、粉末製造装置はですね、普通、あの、この容量だと20メートルぐらいになるんですけど、非常にコンパクトな設計でコンテナに2つに収納して、この工場の中で、動いて、いろんな 3D プリンターに粉末を提供している。でこの粉末製造装置ですけど、まあ、この先ほども言いましたが、ちょっとなかなか国内で材料開発をするのに粉末が作れなくて、容量1キロぐらいのですね、改造して、開発に使い始めてきました。で粉末製造装置、これガスアトマイズなんですけど、まあ、粉末を、素材を溶かしてですね、溶けた液体を下に垂らして、そこに高圧のガスをつけてですね、霧状にして固めて回収するというものなんですけど、まあ、当時はですね、まあ、1キロ作っても300グラムぐらいしか取れなかったということで、もっとあの量が欲しいということで、溶解容量を増やすとともにですね、収率を上げようと、もっと細かいのができるようにということで、改良を進めていきました。改良のキーはですね、先ほど言ったガスノズル、これをですね、3D プリンター AM、まあ、パウダーベッドフュージョンで作るようにしたんですけども、これまではだいたい2ヶ月ぐらいかかっていたのが、まあ、一晩でノズル自体はできちゃうので、1週間で新しいノズルを試験する。まあ、コストも3分の1ぐらいになって、いろんなパターンをですね、試していって、まあ、最終的にはですね、先ほどの図では 60% と言いましたが、70% とかですね。AM 用のは 70% とか作れるし、粉末も非常に綺麗なものができるようになっています。それとですね、粉末効率がいいので、普通はこの固まるのに10メートル以上必要なのが、5メートルぐらいで、まあ、綺麗に固まるということで、装置がコンパクトにできて、いわゆる普通の 3D プリンター、AM 造形機が置いてあるような工場の中に取っておいてですね、運用することができる。で、この我々今20キロ機を使って、まあ、20キロ機の販売もしてるんですけど、1キロ機、まあ、1キロから5キロの MH5B というのを AM さんが購入されてですね、機械学習を使ってフォーム条件を最適化するということをやられていてですね、
今のところチャンピオンデータとしてですね、ニッケルコバルト自合金で 77.5%、53ミクロン以下、これぐらいがちゃんと作れたということで、高い評価をいただいております。で現状の、まあ、M 工場に入れるのは20キロキロ、20ギガ、適切なんですけども、素材メーカーさんとかでも大きなものを欲しいということで、60キロから100キロの 60G というのを開発してまして、来年の3月ぐらいにですね、テスト機が稼働を始める予定です。で、まあ、我々、粉末をですね、粉末製造装置にいろんな成分を入れて自由に粉末が作れますので、この粉末を作って、で、この M ラボに1キロから2キロですね、粉末を持っていけば、すぐに2日ぐらいで試験片が作れますので、まあ、これで試験片、いろんなクリップとか、たりとか、こうやってですね、大体2週間ぐらいでですね、なんか新しい成分のものの試験が終わると。まあ、我々の合金設計の方はですね、これまでタービン材料の開発とかで、計算状態図を使ったりしてですね、まあ、いろいろとやってますので、このループをぐるぐる回して、いいのができたらですね、まあ、当時はちょっと高砂にしかなかったんで、高砂工場の、オートカパートナーの方に持っていって、パーツを作って、その製造性とかを検証するということをやっていきます。まあ、これによってですね、比較的短期間にいろんな材料の開発を、完了していまして、この MHA3300、これはですね、航空機用のインコネル939に変わるような材料でして、これはすでにですね、フランスのオーベルデュワル社にライセンスをしてですね、航空機エンジンメーカーに販売しております。で、これはもう2年前ぐらいのラピッドで発表したんですけど、その後にですね、この MHA728、ちょっと名前が今フェニックス 3D と変わってますけど、このステンレス鋼の成分なんですけど、718と625と同等の強度がある材料。それからまあいろいろあって、あとは3500というのはですね、これはインコネル、738ですね、タービン動力材、ターボチャージャーでいうとターボホイールに使えるような、疲労強度でいうと RM247 とか、その辺、この疲労強度でいうと、そういった材料です。まあ、その他、触媒とかありますが、今日はこのフェニックス 3D と MHA3500 について簡単に説明します。この材料はですね、ちょっとあまり説明がないんですけど、まあ、ガンマプライム総強化型合金なんですけど、特徴はですね、コバルトベースのガンマプライム強化合金です。これ、普通はですね、コバルト合金ではニッケル金で使っているようなガンマプライム層、ニッケル酸とされていたんですけど、東北大学さんの方でタングステンを適用入れるとですね、コバルト酸アルミタングステンというガンマプライム層を積出させられると。ということで、コバルト機のガンマプライム強化合金です。なぜ我々これを選んだかというと、いろんな材料を造形しててですね、ニッケル系よりコバルトの方がですね、造形時の歪みが入りにくくて、それから熱処理で簡単に抜けると、造形割れが起きにくいということが分かってまして、なかなかですね、ニッケル機の高強度材料を皆さんよく苦労してますけど、造形が難しいんですけど、まあ、コバルト機の方がいいだろうということで、コバルト機のガンマプライム層強化合金の開発をしました。で、またですね、コバルト機の耐摩耗性が非常にコバルト合金はいいので、この材料は高温強度が高いというだけではなくて、耐摩耗性も優れているというものです。で、もう一つですね、こういった高強度材、インコネル738とか247クラスは、なかなか造形が難しいんですけど、まあ、この材料はですね、まあ、コバルト基合金であるということだと私は思ってるんですけど、非常に造形性が良くてですね、ヒップなしで、99.8 とか 9% の密度で、パーツを、こういった複雑なパーツを作ることができます。で、引っ張り強さとか、機械的性質なんですけども、今ですね、世の中で発表されてて一番強い材料というのが、ちょっと我々の知る限りではですね、オックスフォード大学のロジャーリオ先生のところで開発した ABD900 という材料なんですけど、まあ、それと比べています。
まあ、引っ張り強さ、それから体力、いずれもですね、この ABD、よりも、強くなっていて、室温でですね、引っ張り強さが1600MPa、かなり強くてですね、800度ぐらいまでですね、引っ張り強さ1200MPa ぐらいを維持している。体力も800度ぐらいまで 1000MPa を維持している。非常に強度の高い、材料です。で、あとクリープ強度なんですが、まあ、クリープ強度についてはですね、まあ、この辺が今多く使われているコネル718で、これがまあ625になるんですが、ロジャー・リード先生の材料はですね、まあ、こういったところで確かに718よりは強いんですが、我々はさらに一回りですね、高いクリープ強度を持っています。ちょっと低応力域で強い材料がここにありますけど、これはあの、航空機材料でもすでに販売している MHA3300 で、回転体というよりも静止体としてですね、非常に高い強度、高い温度まで使えるぐらいということで、クリップ強度がですね、かなり高い材料です。であと、疲労なんですけど、まあ、疲労についてはですね、まあ、MARM247 とか939とか、タービンの、使われている精密鋳造材ですね、精密鋳造材料と比較して、まあ、高温側でまあ大体同、高歪み側で同等、低歪み側ではかなりですね、1桁ぐらい寿命が長い。若干この辺ちょっと低いんですけど、この材料、ヤング率が高くてですね、非常に剛性が高くて、実際に応力で評価すると、同等か同等以上になります。あともう一つ、この材料の特徴としてはですね、旋膨張係数が小さい、このステンレス、インコネル718ですけど、まあ、それに対して、フェライトコーナーの、まあ、高強度、動きということで、熱膨張が問題になるようなところでは非常に、そういったところでもいいというものです。で次にですね、このフェニックス 3D という材料ですけど、これはハイストレンスステンレススティールと書いてますが、これは、ベースが鉄でですね、ニッケルが30ちょっとぐらいしか入ってないので、いわゆるステンレス鋼の部類になります。まあ、これでですね、インコ625と718両方の横に使えるということを目的に開発しています。この材料ですね、大体鉄にニッケルが 30% ぐらい入っているというところはですね、最も水素税化しにくい領域と言われていて、結構水素税化の方も、耐水素税化材料も使えるんではないかというふうに考えていますが、まだ評価はこれからです。で、この材料もですね、ちょっとこれはいろんな開発者の主張によるんですけど、この開発担当者はですね、大きなブロックを作るのが難しいので、ブロックを作って製造性を評価しています。で、こういった比較的大きなブロックを作ってもですね、この材料も、ポロシティが 99.88 以上でヒットかけずに、こういったところで、統計ができて、非常に均一な結晶ルールの、ものが選べる。この材料若干、まあ、日経と比べると軽いですかね。まあ、あんまり大きな差ではない。で、まあ、引っ張り強さ、引っ張りですけど、引っ張りは625、インコ625より圧倒的に強くて、まあ、718と比べると、まあ、若干弱いんですけど、まあ、日経と。ほぼ同等の引っ張り強さを、有しているで。このクリープですけど、まあ、クリープはインコ718がこのライン、インコ62がここなんですけど、このフェニックス 3D は両方の材料よりも、まあ、強いところにあって、625の用途でもですね、718の用途でも、使えると。材料2つあると、いろいろ粉末の入れ替えとか大変なんですけど、同じ材料で対応できれば、楽になるのではないかというところもあります、ね。スクラップの業界で。で、疲労もですね、まあ、718とほぼ同等、若干というか、まあ、疲労でこのぐらいの違いというのも同等なんですけど、疲労について、この疲労についても、718と同等としておいています。ということで、まあ、2つの材料を、紹介しましたが、次にちょっと遠隔性能の話をしますが、我々の工場ですね、すべてがほとんどがパソコンで制御するようになってますので、
本質的にパソコンをですね、リモートデスクトップなので、まあ、家につないで、パソコンにウェブと USB カメラとかを何台かつなげばですね、ここに行かなくてもですね、家からまあ操作ができる。でもちろん粉末のを入れたり出したりする人は必要なんですけど、まあ、そういう人はですね、このうちの工場に2人ぐらい、2人か3人いてですね、もうひたすらぐるぐるとその粉末を入れたり出したり、ハードウェアの作業をやって、エンジニアはみんな外から、操作、することで、人も減らせますし、まあ、在宅勤務も可能になるし、一人でですね、何台もですね、造形機を操作するということも、まあ、できるということで、今ですね、この工場の中では、遠隔制度をしてはでやるということを始めています。で、まあ、じゃあ我々ですね、日立市の中でいろんな会社がですね、AM 産業に入りたいということで、日立の産業支援センターを中心にですね、AM ネットワークを作ろうということで、いろんなプレイヤーがいています。さらに我々ですね、いろんな造形メーカーですね、造形メーカーというか、造形サービスプロバイダーとかですね、加工メーカーとかがパートナーがいてですね、まあ、これらの人たちとネットワークでつないでしまうと、我々の製造装置だけではなくて、パートナーの製造装置もですね、机に並べて、あたかも自分の工場のにあるかのように、まあ、製造できますということで、で我々ですね、この遠隔製造、それうちの、マシンだけではなくて、いろんなパートナーの装置もつないで、巨大なバーチャルファクトリー、必要に応じてですね、いろんなマシンを引いてきて、机の上にバーチャルファクトリーを作って、ものを作るということで、まあ、この中でですね、いろんなエコな材料とかですね、エコなプロダクトを創出し、量産できるということを実証しようということで、クミクロをネドの方にプロジェクトを提案しまして、採択になってまして、この辺は始めているところになります。ただ、このデジタル製造ネットワークでですね、いきなり、今、この辺、今、伝統的な方法で使われて、作られている、製品を作ろうと思っても問題ばかりなので、このプロジェクトの中ではですね、デジタル製造で作るのに適して、メリットのある、製品、模擬製品を開発して、それをですね、この中で作っていく。いうことを、計画しています。でちょっとこの辺は、もうすでに遠隔製造を始めているのがこのぐらいありますというところです。で、あとですね、今回は我々の拠点を中心にしたネットワークを組んでいますが、我々のこの M ゾーンみたいな工場をですね、作りたいと言っているところが、いろんなところがあって、これはまあ自治体とかですね、で産業クラスターとかなんですけど、まあそういったところでですね、でもですね、ネットワークをまあ組んでいけばですね、いろんなパンデミックとか、大災害で、どっかが落ちても、どっかが動いて、何かが作れると、まあ、必要なものは作れると。基本的に AM の場合はですね、同じ装置があれば、どこでも同じものが作れますので、サプライチェーンを破綻することなくですね、いろんなものができる。それからこういった地域にですね、こういった AM 製造の拠点を作っていくことによってですね、地域の活性化とですね、また AM の、AM 産業の活性化につなげていきたいと。なかなかですね、みんなが何台も AM 造形機を買っていくっていうのはコスト的にも難しい中で、やっぱりみんなで共同でですね、ネットワークを使ってシェアリングしていくということで、コストも下がってユーザーも増えていくのではないかと思っています。で、今回はどっちかっていうと、Link3T さんのようにソフトウェアの会社が方が多いですけど、多分装置は売れなくてもですね、ユーザーがどんどん増えていって、ソフトウェアが売れていくと。ただ、それによってですね、結果的には、AM が普及してですね、装置の、販売っていうのも増えていくんじゃないかと、いうふうに考えています。はい、以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。アナさん、ありがとうございました。はい、大丈夫かな。そうですね、画面共有させていただきます。大変興味深く拝見させていただきました。材料があんなに強いっていう
ことを私分かってなかったので、あのすごいんですね。ええ、あのかなり強いです。あのこれより強い材料を AM で持ってこいって言ってもなかなかないと思います。そうなんですよね。あのやっぱり求めているレベルがああいったガスタービンすごい高いので、しかも高温の中で強度を保たなくちゃいけないという特殊な環境で必要とされる材料の開発がうまくいっているようなので、これが早くねどんどんアディティブという技術が実際のものに使われていく、もう本当その、 あの寸前なんじゃないかなと思うんですが、森岡さんから何かございませんでしょうか。はい、あの大変あのおやりになっていることは本当に素晴らしいことだと思いますし、まあ、あの世界規模でもですね、あのこうないようなこう仕組みといいますか、あのそうだと思います。であのちょっといくつかお尋ねしてよろしいでしょうか。あのちょっと本当に素人的なあの質問なんですけど、まずあの今回こう開発されたその特に高強度の粉末金属材料、まあ、それのあの機械的な特性っていうのは、もう AM としてはそうなんですけど、他の例えば鋳造、精密鋳造とかあのそういったもので作られる金属と比べても高い性能だったり高い疲労強度だったりするんでしょうか。そうですね、まあ、いろいろあって、我々最初に開発した3300っていうのはですね、鋳造で作ると全然大したことない材料なんですけど、作るとですね、製あの、うん、業法の特徴を生かしてですね、非常にあの 強化というかですね、石質強化がつくような状態を作り出すことができて、それは AM じゃないとその強度が出ない材料です。であと3500はですね、まあ鋳造でもそこそこ強度は出るんですけど、やっぱりあの組織が微細になるところをうまく使って、まあ、実際にはもともと1400メガパスカルが1400メガパスカルぐらいの1600まで上げてますので、AM をうまく使ってるということだと思います。その3あとですね、もう一つはその、フェニックス 3D はちょっと変積しやすいんですけど、AM なんで変積しないし、あの結晶量が均一なものがまあできるということで、まあ、既存材を AM に持ってくると、なんかいろいろ問題ばっかなんですけど、まあ、AM のプロセスに合った成分を見つけてくる。ただ、それはですね、いろんな成分の粉末作んなきゃいけないので、なかなか自分のところで粉末製造装置がないと難しいかなと。そうですね。はい。まあ、あの、どうしてもこう、AM の世界って、なんか、例えば樹脂もそうですけど、こう例えば射出成形とかあの既存の、まあ、工法の材料になんか追いつけみたいな、それがなんか足りてないみたいなケースがよくあるんですけど、まあ、こうやってやっぱりちゃんと粉からあのプロセス後処理まで全部こう一貫してやると、実は他の工法よりも優れたものがまあできるっていう、やっぱりそれは AM の一つのまあ大きな可能性で、まあ、それを実践されてるっていうことは非常に素晴らしいと思います。でもう一つあの、まあ、実際に今多分こう最後の製品としてのターゲットっていうの一番大きいのはやっぱり本業でおやりになってるそのガスタービンのブレードかなとは思いますけれども、そのガスタービンブレードを、まあ、今の精密鋳造の作り方から、まあ、AM のさらにその高性能材料で、まあ、作ったとして、その部品そのものの何か QCD でこう、プラスになることとか、まあ、もしくはそれを使うことでガスタービンシステム全体の何かこう QCD でこう良くなることとか、まあ、そういうのはこう どんなふうにこう見てらっしゃるか。ガスタービンとか航空機エンジンはかなりあの高度な冷却を行っていて、もっと複雑な冷却にしたくても精密鋳造では作れないということで、AM によってですね、もっと複雑な冷却構造にして冷却効率を上げて、
そのもっと高い温度で使うとか、冷却空気を減らすっていうのがあってですね、まあ、その辺はあの夜間やられているところで、そこがメリットかと、あとは燃焼器とかですね、まあ、いかにガスと燃料を混ぜるかっていうのも、この複雑ないろんなスパイラルにしたりとか、あ混ぜるとか、アトマイザーとか、そういうノズルとかですね、はい、そういうところで精度を上げれるポテンシャルはそのあるんですけど、うん、なかなか例えば材料がついていかないとか、コストがついていかないとか、大きさがですね、うん、そうですね、まあ、そんな問題は、だからちょっと我々ですね、どっちかというとガスタービンの方は、まあ、ガスタービンの開発をやってるみたいでやってまして、まあ、いかに産業に展開できないかということで、自動車部品とかですね、どんどん産業機械とか、ツールとかですね、あの今日、あの説明した3500っていうのは摩擦角接合に非常に向いてるんですね。FSW。FSW ですね。もうこれほぼいろんな試験もやってて、はい、多分いつでも実用化できる状況に、これもいろんなメリットがあって、ツールの先端の形状をいろいろ変えれたり、あの冷却、これ FSW も冷却するんですよね。水流したりして、その冷却のパスを再現、ゲームのメリットが出てくるかなと思ってます。なるほど。まあ、あのすごくそれは いい話っていうか、あの、まあ、結局その今おやりになっていることが、あのどうこう産業にこう発展していくかっていうことに関して、まあ、本当にガスタービンって、まあ、ガスタービンを作れる会社も多分限られてますし、まあ、その用途っていうのはものすごく限られてると思いますけど、まあ、今お話を伺うと別にそこにこだわってるわけではなくて、むしろ他の産業でこう使えるようなあの形をあの進められてるっていうことで、これはまああの今後非常に日本のまあ AM っていう狭い世界だけじゃなくてですね、あの製造産業にいろんなこうプラスになってくるようなあの風に今あの伺いましたね。はい、ありがとうございます。ちょっと質問が今の AM ゾーンですけれども、あのまあまあ一般開放してるわけではないと思うんですが、業界の人がちょっと見学したいということがあれば、あのそういったあの形で見学のアレンジなんかしていただける、なんでしょうかね。あ、可能ですよ。例えばそのこのジャムの中で希望者を募って、はいね、見ていただくっていうのも可能ですし、個別にただ、うん、あまりの一人一人来られてもあれなんですけども、ね、あの相談していただければ、はい、分かりました。あの皆さんに知っていただきたいっていうところもあるし、例の製造ネットワークもね、あのいろいろな方、まあ、誰も彼も入ってもらうとまたそれはそれで大変なんですけれども、あのいろいろなもののアプリケーションが今後出てくることを考えると、あのプレイヤーが多いというのもまた一つの利点になるかもしれませんし、あのそんなところも含めてですね、あのぜひちょっとそんなあの見学ツアー企画できたら面白いですね。あのごめんなさい、あのなんていうか最寄りの駅っていうか一番行くのにはどこが近いんですか。日立駅ですね。ああ日立駅、ね、あの東京市側から大体特急で1本で来れます、日立で行けます。はいはい、あ、分かりました。あのちょっとあのまたあのごめんなさい、あのコンテナをあの使ってらっしゃったんですけど、あれ普通の貨物用コンテナをなんか使ってらっしゃるんですか。あれはですね、海上輸送用のコンテナを、はい、日本の建築用法に合うように、作ったもので、どこにおいても建屋として使えるんですけど、やっぱり湿度と温度とですね、あと飛沫がすごい出ないように管理しなきゃいけないし、造形機能って適度な湿度も違ってくるんで、やっぱ個別にですね、あの中に押し込んで、やるということで、結果的にまあ良かったかなと思って。それすごいいいアイデアだなと思って、世界でやってるところもないんじゃないかなと思いますけど。軍隊とかだとやっぱり、あ、軍隊はね、まあそれは確かにあのコンテナに AM 装置積んであの戦地にっていうのは見たことありますけどもね。まあでも貨物用のコンテナを使うってすごくいいアイデアだなというふうに思う。コンテナごと欲しいっていう方があれば、中の装置を本当まああの売却する。
ことも装置によってはできますんで、あの大体開発が終わったものはあまり。ああ、そうですね。いや、それもありですよね、本当にね。そしたら使う方もあの簡単にインストールできますからね。そうですね。で、またちょっとうちも新しいのを入れたりですね。うん、そうですね。それはすごく面白いし、いい。モバイルというかですね。そうですね、モバイルです、ね。稼働がいいっていうのを少し、ね。それをなんか初めから想定されて作られてるのすごいなというふうに思います。あ、ごめんなさい、最後に1個だけ、あの、あそこで完結するっておっしゃってたんですけど、あの、熱処理もあの中で完結するんですか？はい、熱処理炉もあります。あ、それはヒップも、あの、コールド。我々ヒップは使わない、ヒップなしで。っていうのは、ヒップをかけると、せっかく短期間で作っても、またそこから1週間とか。ああ、そうですよね。まあ、我々の材料すべてヒップなしで。あ、ヒップなしで、アニーリングっていうか、その、ストレス、アニールはよく作ります。やっぱり安くやらなきゃいけないのはそのまま使えるようなものもありますし、ちゃんとした強度を出そうと思ったら、熱処理ですね。をやる。ああ、それをそこの中でやる。うちを選択して、うちの中で 400×400×400 までは、うん、大丈夫です。あ、そうなんですね。あ、それは素晴らしいです。はい。ありがとうございます。じゃあ質問ちょっと来てますけど。そうですね。日記の吉本さんから。とても面白い発表でした。マニアックな話になってしまいますが、プレゼン中に LMP が横軸に出てきた図があったと思います。こちらはラーソン・ミラーパラメーターの略のことだと思うのですが、ラーソン・ミラーは従来製造法だけでなく、AM においても一つの評価指標になるとお考えでしょうか？というのが質問です。すいません。これは単なる材料の評価結果ですので、材料のクリープ強度ですね、高温でどれだけ耐えられるかっていうのを評価するときにラルソンミラーパラメータを使っているので、ちょっと直接 AM と関係あるわけではないです。 AM で作ったものを高温強度を評価するラルソンミラーパラメータを使いますというだけです。はい、ありがとうございます。吉野さん、これでご質問の答えになってますでしょうかね。また今野さんにはこの後5時15分からパネルディスカッションを行いますので、また皆さんご質問等ございましたらご用意いただければと思います。それではお時間にもなりましたので、4回目の講演ということで、西重工の今野さんからの講演終わりたいと思います。今野さん、今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。